このチャンネルでコメントで情報をいただきまして、小笹さんといううどんそば屋さんに行ってまいりました。食べログ、いや全然閉店しなくて普通にやっておりま、おられましたが、ここで会ってましたでしょうかね。山本さんという方からの情報です。ありがとうございます。A 定食、行きました。 A だけあって多分自慢の一品だろうなと思いましてですね。で、天かす入れますかと言われたので入れて、くださいということでこの感じでございます。天丼もいい感じですね。で、こう出汁美味しかったんですよね。ここの出汁、すごい、こういう定食そば屋さん系では僕、好きな、もう大好きな、出汁でございました。で、エビ天です。ザそば屋のエビ天っていう感じですよね。これまた普通に天ざるみたいなのも食べたいなと思いまして、天ぷらからのご飯からのこの出汁でございます。もう最高ですね。で、天丼の方は、多分山椒がちょっとかかってたんでしょうかね。で、湯がきたてのそば、揚げたての天ぷら、当店では化学調味料は一切使用しておりません。化学と調味料を使ってなくてこの味というのは本当に素晴らしいと思います。二条駅と西大路お池の間の、ちょっと北側のところですね。住宅街にポツンとあるので、ちょっと分かりにくかったんですが、見つけました。情報なかったらやっぱり見つけな、られなかったと思います。美味しかったです。チャンネル登録はこちらでよろしくお願いします。それではまた明日です。ありがとうございます。いや、もうここのなんかいろいろ親子丼とかも食べてみたいですね。